シャオあっちゃんです。串カツ動画でね、ちょっと数人からコメントいただいててね、誰が行ったとか、どうオフ会とか、レンタルとかすんのみたいなとか、いろいろコメントいただいてたりしてね、あっちゃん、いろいろ考えとってね、去年1年間ね、オフ会1回もしてないのよ。レンタルもしてないのよ。脳出血したのもあったし、で、ね、いろいろあってスタッフ間で揉め事もあったんで、やっぱりそう怖くなって、できへんかったっていうのがまあ本音なところやねんけども、やっぱり視聴者さん、オフ会したい、レンタルしたいって言ってくれる人が結構増えてきてね、問い合わせはまあまああるんね。で、過去にレンタルしてくれた人、ね、これから初めてレンタルしてくれる人、で、オフ会があったら行きたい人って結構いててね。で、その中でもやっぱりオフ会っていうのも不安なところがあって、あっちゃんもやし、参加者さんもやねんけども、まあ、オフ会でね、いろいろあってんけども、まあ、そのトラブルの発端、トラブルメーカーみたいな人っていうのは決まってんのよね。で、その人がもう参加することがなくなったんで、てか、もし参加したい言うても、あっちゃんはもう断るけどもね、そういう人がいない状態でオフ会してももう安全やと思う。で、その安全の中にもあっちゃんはちょっといろいろルールを決めていてね。で、やっていこうかなと思うね。で、今までみたいなんじゃなく、あっちゃん、前はね、やっぱりいろいろあって、あっちゃん一人ではちょっとしんどいから、お手伝いしてもらってたね。数人にね。で、そのしてもらってた人たちが、やっぱり自分は特別やと思い込んだみたいで、いろいろややこしくなっちゃったのよ。だからそういうのも挟まないで、あっちゃん一人で運営やっていこうと。で、一人でやっていくのやったら、結構やっぱりいろんなところはね、その場所の予約とか、場所の確保、で、やっぱそこのね、参加費用とか、なんやかんやっていうところがちょっとややこしくなっちゃうんで、ある程度のルール作りをしようと思って。で、そのルール作りをして、で、オフ会を今年から再開していこうかなと、こう思ってるんね。で、今回まあね、串カツ行って、4人集まってくれた人も、オフ会しようよっていう話になってね。で、レンタルも復活したらわーっていう話で。で、やっぱ私もレンタルしたい。で、やっぱ、でも、特別に私だけレンタルって無理でしょって、やっぱり他の人たちがやっぱりね、なんであの人だけってなったらあかんしっていうことでね、ちょっと打ち合わせしようかみたいな感じで集まってくれたのよ。で、今回まあレンタルでもなく、オフ会でもなく、まあオフ会の、ちょっと再開することにあたってみんなで話せえへんみたいな感じの集まりやったんで。で、久々にね、大将行きたいよねっていう話になって。で、大将行こうかってなって行ったんよ。で、なんで車乗って行ったんかって言ったらね、あっちゃんほんま電車で行くつもりやってん。もう前日ぐらいまで。でもなんで急にこう車で行ったんか言ったらね、ラジコンチャンプに行きたかったのよ。ラジコン買う気やったんよ。で、ラジコンを買おうて、2万円ちょっとのね、クローラーが欲しかったか、7000円ちょっとの、バギーが欲しかったのよ。で、どっちにしてもこんなでっかい箱やし、ね、場所がね、あそこ、八百屋ね。電車で行けるとこじゃないねんね。ラジコンチャンプね。で、ラジコンチャンプあかんかったら、最初ね、大阪やったらスーパーラジコン寄れるなと思った。でも、計算したらね、1. 何キロあんのよ。串カツから歩くんしんどいし、そっからまたこんな荷物持って電車乗るのもいらんから、じゃあもう車で行ってチャンプ寄ろうと思ってきた。で、結局チャンプで見とってんけど、やめたのよ。買わんかったん。だから別に電車で来てもよかった。電車で来て酒飲んでもよかったんやけどね。まあどっちにしても電車で酒飲んだら、1軒目飲めるけど2軒目ぐらいからやめて、で、帰り電車で帰ってきて、ちゃんとね、酒冷ましてからしか灰原駅から車乗られへんしね、もうそんな面倒くさいしさえでも車で行ったらいいと思って。で、計算したら、電車で2時間ぐらいかかんねんけど、車やったら1時間半で行けてね。だから車で行こうと思って、それで行ったんやけどね。まだいろいろね、憶測があって、憶測飛び交ってるところもあったんでね、前回の動画の後からね。で、今回ちょっとね、オフレコがあったから、オフレコ入れるのに時間かかっちゃって、で、結局昨日、おとついか、ね、オフレコして、で、昨日ちょっと出かけとって、アップロード忘れとったんや。ほんで今日アップロードしたんやけどね。まあ忘れとったっていうかね、昨日ちょっと新年会やから、新年会で動画撮られへんやろうから、今日のお昼ご飯動画の時間にあげようと思ってね、一日ずらしてあげたんやけどね、実際のところね。まあそれが、今日あげたっけ、固定だけど。で、まあそこでね、いろいろ話し合っててね、オフ会も最初からもまあ場所ある程度決めて、で、いついつまでに参加者を決めて、
でメンバーの、なんだ、あと会費制みたいにしてしまった方がええんちゃうって、やっぱり後でお金とかになってもややこしいし、で参加するせえへんなった場所も確保できへんし、だからもう予約制の、場所を抑えて会費制、それがええんちゃうかって話になってね。でレンタルはレンタルである程度、その今まではね、こうレンタルするのにこんな感じってってやったけども、もうそのレンタルの方もルール付けをきっちりしていってね。でそれはね、公にこう発表するんじゃなく、参加者さんが、申し込みの時にこんなルールなんだよって、それで、同意してくれる場合は参加してくださいみたいな、レンタルもね、そんな感じで参加者さんにだけそのルールを伝えていくいう形にしていこうかなとは思ってんね、で、ま、軽いルール作りはして、その軽いルール作りしたやつは、告知しようかなと思ってんね。で実際正式にできるのがね、まだ寒いからね、もう寒い時出てくるしんどいでしょお互いに。だから、春ぐらいから、まあ4月5月ぐらいから始められたらなって思ってんねんけどね。まあそれまでにもしかしたらプレでやるかもわからへん。でやるんやったら奈良オフ会、奈良カラオケオフ会か大阪のカラオケオフ会ぐらいで、大阪になってくると今度またね、どっちにしてもね、奈良もせやねん、あっちゃん車で行くから、大阪もね車で行って電車で行くから、なんていうのかな、お酒飲まれへんしね、あっちゃんもねで、あとやるんやったら持ち込み OK なとこでみんなで持ち寄りした方がいいかな。でお昼はねカラオケ屋さんに、Uber Eats みたいな、 Uber Eats っていうか、なんか届けてもらうか、そうか途中でどっかで買っていくか、のか、もうカラオケ屋さんの何かを注文で、カラオケ屋さんのね、なんかレンチみたいなもんやし、意外とねカラオケ屋さんでこれこれこれって言ったらね品切れが多かったりするんよね。で手足らんからね。でもう何ちゅうの、持ち込みありきになっとるから、持ち込んでくださいよみたいになっとると節があるから、そうしようかなと思って。ほんで何で車で行くかって言ったらね、持ち込んだ場合ね、ゴミを持って帰らなあかんね。その場合車で行ったら持って帰れるしね、それもあるんでね、だから車で移動しようかなって思ってんねんけどもね、まあそんな感じで、まあ奈良オフ会の場合は車で、まあそんな感じになってくるかな。で奈良オフ会の送迎もやっぱあっちゃん一人になってきて、もうスタッフとして動いてもらう人がおらんくなってくるんで、近鉄八木駅から、カラオケ会場までの送迎は、もう時間決まって1回、ね、それでも間に合わへんかったらタクシーで来てもらうしかないかなって。帰りはまあね、なんとかピストンで送れんことはないとは思うねんけどもね、まあ、そんな感じになっちゃうと思うねんけど、あっちゃんキューブやからね、人が乗られへんからね、まあ、そんな感じであっちゃん一人で運営していく形になるんで、まあそんな感じで、レンタルの場合はまああっちゃんがどこそこまで出て行って、ね、そこでまた会いましょうみたいな感じになると思うんだけどね。それはまあまあ今日以前とそんなに変わり映えせんへんと思うんだけど、まあそこも明確なルール作りをしていこうかなと思ってんねんけどもね。はい、で一番心配なのがやっぱ映り込みで、今回ね串カツ動画もね表に出たくない人ばっかりやったんで、じゃあ一回みんな静かにして、であっちゃんがその撮影撮るからって形で、声を出さずにどれだけできんのかっていうテストも兼ねてね、みんな黙って食べてた、黙食っていうやつをしてたんやけどね、でまあ8分程度の動画を撮って、やっぱりみんな静かに食べて、音声が入らない状態で撮れたんで、誰もおらへんだように感じたでしょあれぐらい静かにね。あれが終わって、はいカメラ切りました、あとみんな喋る喋るね、参加者さんね、まあ、そんな感じでね、オフ会もね、声出したい人、カメラに出たい人、一緒にあっちゃんと映りたい人はもちろん映ってくれて結構です。で映りたくない人一切映らないようにします。で誰々映らない、私は映っていい、映らないっていうのもちゃんと最初にチェック入れていって、で映ってもいい人は映っていただきます。で映った困る人はできる限りカメラに入らないようにね、配慮していく。入ったらあっちゃんモザイクめんどくさいね、はいまあそんな感じでね、オフ会もとるか楽しんでいこうかなと。またね、遠足とかね、いろんなイベントも再開していこうと思うんだけど、それまたおいに考えていきたいと思います。はい、まあそんな感じでね、これからもいろいろやっていきたいと思います。あと歯科もね、またみんなで行けたらなと思ってるんでね、それもまた募集するかもわかんない。まあそんな感じでね、最初はねあっちゃん一人で行くと思うね、歯科残ったやつ揚げにね。でそれ終わってからね、またみんなと募集して、みんなと一緒に行けたら面白いかなと
まあ、そんな感じでね、これからちょっとまた視聴者さんと交流っていうのも増やしていくかもわかんない。それはまたその都度おいおいに、告知したいと思います。ということで、今日のあっちゃん、オフ会をそろそろ考えてますよっていう動画、良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。